皆さんこんにちは。鉄道大好き、旅が大好き、中川理香です。愛媛県の松山駅にやってきました。今回は JR 四国の観光列車伊予灘物語に乗って伊予大洲駅までの旅を楽しみたいと思います。伊予灘の美しい海を間近に眺めながら走る観光列車ということで、どんな景色が見られるのか今からとっても楽しみです。それでは早速行ってみたいと思います。四国愛媛の風光明媚な伊予灘の海岸線を走る観光列車伊予灘物語。週末を中心に朝一番に松山駅を出発し、伊予の小京都伊予大洲駅との間を往復。午後は再び松山駅から愛媛の西の端、佐田岬の付け根にある八幡浜駅の間を往復します。松山と伊予大洲の間、唯一停車するのがここ絶景の下灘駅。ポツンと置かれたベンチや無人の駅舎などフォトジェニックな場所として人気です。入線してきた列車が今回乗車する観光列車伊予灘物語。伊予灘物語の外観は夕日を表す茜色と太陽や柑橘類の輝きを表す黄金色が基調となっています。シンボルマークは夕日とオレンジ。こちらは2号車黄金の章の車内。淡いグリーン系の椅子に黄色いクッション、全体に明るくモダンなインテリアです。こちらは茜の章と名付けられた1号車。座席のレイアウトは2号車と同じで、海向きの展望用カウンター席のほか、4人用のボックス席、そして2人用の対面席があります。さあ、観光列車伊予灘物語発車時刻です。プラットホームのスタッフたちに見送られて、列車は静かに駅を離れていきます。下灘駅の隣、串駅を過ぎると高い鉄橋に差し掛かります。この鉄橋は地上からおよそ18メートルの高さがあり、2階建てほどのビルの高さがございます。すごい、ビルの上から下を覗き込んでいるかのような感覚ですね。ちょっと怖いぐらい。四国の観光列車伊予灘物語。車窓に移りゆく伊予灘の絶景に胸をときめかせながら、地元ならではの絶品グルメに舌鼓、心癒される鉄道の旅。今回は四国伊予灘の海沿いを走る観光列車伊予灘物語の旅をお送りします。